で、この船何なのよ。これ白爺が何かしたのか。うほー、よかった、人がいたでやす。海の上でハーゴン教団の船に近づいちまったと思ったら急な嵐に巻き込まれちまって、本当にたまたま来たの。すげえ偶然だな。気づいたら海図にないこの妙な海域に迷い込んじまって。まあでもね、俺らが乗ってた船もたまたまここに流れ着いたわけだし、なんか海流の流れでここにたどり着きやすいのかな。遭難した船とかが波に揺られながらさまよっていたらここにたどり着いたでやす。それでここはどこなんだやす。あんたたちここで何をしてるんで。この島、牛沢の島なの。俺の島です。そういえばそうでした。ここに今からルル王国を作るのよ。ルル王国、いえいえ、牛沢村ですから。なんだか面白そうでやすね。お金儲けの匂いがするでやす。こいつろくなやつじゃねえな。さては面構えでわかるもん、ろくなやつじゃないって。自分の国にも帰れずどうしようかと思ってた足にとって、これはまさに渡りに船。ジジイと同じこと言ってやがる。ちっきさまも渡りに船かよ。足決めたでやす。どうか足をあなたたちのお抱え船長にしてください。お抱え船長。あたりの海域はさっぱりわかりませんが、近くの島にならこの船でお連れできやすし。はは、悪くない話じゃないか。陳家な船だが十分使えそうだしな。え、じゃあこの船で他の島に行くの普通に。結構ね、まあ何かと前作と比べがちだけど、前作の時は旅の扉っていうのでなんか他の島と行き来したりしてたんだけど、普通に船乗れるんだ。これで準備ができたの。お、白爺、その船で近くの島に行き、物作りの仲間と物を作るための素材を集めてくるがよい。そうね、ルル王国には牛沢村ね。まず綺麗な緑や美しい木が欲しいわ。あとはお腹をいっぱいにできる食べ物ね。それならばモンゾーラという島がぴったりじゃろう。確かこの島の東にあったはず。ここどこなんだろうな。ドラクエ2のマップでいうどこなんだろう、この空っぽ島。モンゾーラ島には農業の天才と名高い美女がおるという。ほほう、ムフフな展開もあるかもしれんぞい。ムフフって言葉好きだな。言いたいだけでしょ。モンゾーラへの航路はわしが船長に教えるとしよう。新しい島を冒険するなんてなんだかワクワクするでやすね。準備ができたらあっしに声をかけてください。すげえ小物っぽい喋り方すんな。なんなのその下っ端キャラ。準備ができたら船長に話しかけろよ。うん、じゃあこっからいよいよなんか冒険が始まるというか、ここまでがチュートリアルみたいな感じだったね。あ、すげえ、石とかも壊せる。今まで壊せなかったのに。あ、持ち物いっぱいだって。これいらねえな。ちょっとこのゲームってどうやってセーブするんだっけ。あ、ここにセーブあったわ。ちょっと一回もしてねえからな。一回セーブしとこう、とりあえず。あ、オートセーブもあるんだ。もう朝5時にやってんのバレちゃったじゃん、恥ずかしい。で、ちょっと行くだけ行ってみようかな。ちょっとキリいいし終わろうかなとも思ったけど。牛田さん、どこに行くでやすか。おお、マップかわいい。ビブラート出ちゃったよ。モンゾーラ島に行けるようになった。ここか。島を移動するときにはこれまでのプレイ状況を、セーブは結局してくれるんだ。やり損だったな。はい。ただし足の船は大きくないんで、この島で集めたものは置いていってもらいやす。新しい島で裸一貫で頑張れやす。うん、保管用の袋に持ち物を預けた。牛沢指導は早速新しい島に行くのね。ルル、お前も行くんだ。早く船に乗れ。お、3人で行動するの。ルル行けないわ。なんだとわがまま言うんじゃない。指導も結構ルルのことちゃんと仲間だと思ってんだな。ごめんね、ハーゴン教団の船が沈没してからルル船に乗るのがちょっぴり怖くって。いや、怖くもなるでしょ。だからルル、ここでお留守番してる。新しい島の冒険は2人に任せるわ。木や緑、それに食べ物を作る素材と島を開拓する仲間をしっかり集めてきて。新しい島で大地を緑にする方法がもし分かったら、ここを美しい緑でいっぱいにして、みんなの理想郷ルル王国を作り上げるのよ。違う、牛沢村ね。フォッフォッフォ。
娘さんのことはわしに任せておくがよい。二人は安心して冒険に行ってくるのじゃ。ち、それが一番不安なんだよ。仕方ない。俺たちが指導帝国の仲間を連れてくるまでここでおとなしく待ってるんだぞ。なんか指導優しくなったな。うん、帰ってきたら3人でルル王国の建国式をしましょうね。譲られえなこいつ。よし行こうぜ牛座。新しい島で何が待ってるか楽しみだな。おお、すでに相棒感強い。最初はすげえ穏やかじゃなかったのに。どうする、あの女息止めるかっつって嘘のように相棒になっちまったな。さあさあ船に乗りでやす。すぐに船を出しやすよ。あ、乗ればいいのか。あ、勝手に乗ったわ。そこでいいの、シド。知らねえよ。助けらんねえよ、落ちても。おー。ついに新しい場所に。まさか破壊の、破壊の神!やっぱあいつそうなの?あのシドって。破壊の神と出会うとは。しかしこれも運命。人も魔物も神ですら運命から逃れられません。こいつは誰なんだよ。さあこれよりは創造の時、存分に物を作り復活の日を待つと良いでしょう。ルビスかな。精霊ルビスっていうのがいるんだけど、破壊神シドウこそ滅びゆく世界の最後の希望なのです。普通にストーリー的にも気になる。シドウが世界の希望、破壊神なのに。ついたついた。モンゾーラ、5つの野菜が実る島。豊かそうじゃん。食べ物に困んなそうだね。まあすでに昆布とかいっぱい持ってるけど、なんかそう倉庫とか作れないかな。早いとこ持ち物もういっぱいになっちゃったもんね。ふう、ようやく着いたな。白爺のやつ適当なこと言いやがって。船がやるって散々な目にあったぞ。よかったな、生きてて。まあ命があってよかったです。なんとかモンゾーラなる島に着けたでやすよ。それにしてもモンゾーラというのは初めて聞く島でやすね。ザハンやベラヌールとも違うし。どうだったかな、ドラクエ2ちゃんと覚えてないからな。あ、ザハン、ベラヌールとザハンはドラクエ2にあった気がする。モンゾーラってないのかな、なかったのかな。あっしは辺りの海を調べてみやす。俺を見て戻ってきやすから、お二人は存分に島を探検してくだせ。よし行こうぜ、ウスさ。俺たちの島を開拓する仲間を探して、島に緑を作る方法を探るんだ。仲間探しね、まずは。おお、物を壊すのもはかどるね。指導が勝手にやってくれるし、ちょっと壊したら。あれ、てか物なくなってね。え、う、え、え、嘘でしょ。島またぐと所持してたものリセットされんの、そんなことある。あっちの島に戻ったらちゃんと集めたアイテムあるのかな。どっちにしろなんか倉庫的なものは欲しいよね。あーでも、あーもうなんか船乗って移動したら終わろうみたいな感じだったのに、結局俺やる感じになっちゃってるわちょっと面白くてな、やめ時がわかんねえわおいさ、この島なんだか妙だな。そう、木は枯れて上がるし、地面もブヨブヨして気持ちが悪い。あ、そうなんだ。普通に見えたけど、それに変な匂いが立ち込めてやがる。こんな島で本当に緑を作る仲間が見つかるのか。でも確かにそこまで緑豊かには見えないね。枯れてる木も結構あるし。ん?でもなんか農業の天才がいるとか言ってたよね、白地。おいさ、あれ見ろ。え?あ、なんかピンクの物体。なんだあの赤いのは。え?あれに近づけと?このでかい岩も壊せるかな。お、壊せる!頑張れば。うわ、すげえ!石がたくさん。あ、確かになんかこの草なんか、ブヨブヨ動いてる感じするな。変わった植物生えてんな。あれ?これアイテムに入らないの?あ、この草壊してもアイテムに入らないや。勝手にいろいろ集めてるあいつ。
ほう、どうやら何かの実みたいだな。実なのそれ。ん？ちょっと、ほらほらほら、すっげえ臭い匂いとか出すんじゃないの。ぐぬわ。どういうことだ、実が爆発しやがったぞ。く、それにしてもひどい匂いだな。あたりの地面もドロドロになりやがった。ははは、面白い。こんな妙なものがあるなんて、やっぱりこの島普通じゃなさそうだぜ。どこで笑ってんだよ、面白くねえよ。ん？おいさ、あっちに魔物の気配がするぞ。助けてー。白身の吹き出し。いや、やめてください。私なんて食べても美味しくないです。いやあ、はは、楽しそうな悲鳴だな。向こうに誰かいるみたいだぜ。楽しかねえんだよ。お前の楽しいの基準おかしいんだよ。あ、この草は枯れた草が取れるんだ。あ、でもなんかこの辺人工的な柵とかあるし、微妙に生活感残ってるね。どっちだっけ？あっちか。なんか猿がいる。え、何？猿にうんこ投げられてんの？あの人もしかして。上に人いるけど。やるか。俺ヒノキの棒しか武器ないけどいいの？大木槌で殴ってもいいのか？敵。危ねえ。ああ、ダメージはそんなだな。大木槌で殴っても。ちょっと待って、倒せそうな方から倒そう。あれ？なんか転んでない？危ねえ。あ、大木槌ってもしかしてなんか行動を止める効果あんのかな。ダメージは少ないけど。ちょっとこっち来い、試すから。あれ、そういうわけでもないかな。なんか大木槌のせいで動き止まったのかなって思ったんだけど。マンドリル、やったぜー、ハイタッチ。よし、魔物どもをぶっ倒したな。で、あそこの人は、おい、岩の上に女がいるぞ。さっき叫んでたのはあの女か？助けてーって言ってたもんな。吹き出しで。女性なのか、女って言ってたけど。ひえー、どうしても食べるならそっと優しく噛んでください。その方が辛くない？人思いに行った方が良くない？おお、あられちゃんメガネ。で、あれ？魔物が消えてる？やったんだよ、俺。やった！きっと私の気迫に恐れをなして逃げてったんだ！ポジティブ！ポジティブお化け。って、うわぁ、あなた誰です？いつからそこに？俺がやったんだよ。え、あなたたちが魔物を？これは失礼しました。私はチャコと申します。あなたたちは一体？記憶喪失の指導さんにビルダー見習いの牛座さん？この島に緑を作る仲間を探しに来た？あなたビルダーだなんて大きな声で言わない方がいいです。おかしい人だと思われちゃいますよ。そうなの？ビルダー名乗っておかしい人だと思われんの俺。だけど、自称でもビルダーさんがいれば。ん？私決めました。やっぱり背に腹が変えられません。この先に畑作りの天才である。お、この人のこと？シロジーが言ってたの。すげえ美人のって言ってたけど、どうだろう？このゲームのキャラクターデフォルメされてて、あんまり美女かどうかわからないけどね。この人の農園、どうか私についてきてください。行きましょう。いやいや、連れてけよ。この人についてけばいいのね。行きましょう。ここで俺ら帰ったらどう思うかな。こっちです。切なくなってくるな。呆然と立ち尽くしてるのが。ついてってやろう。どこどこの応援。ん？あれか？なんかあそこの土なんか違うな。行きましょう。あ、これじゃねえんだ。お、あ、ちょっと生活感ある。扉とかあるし。何ここ、何ここ、何ここ、チャコさん、何ここ。ウサさん、シロさん、ようこそ。私、ここが私の大農園です。あ、そんなものどこにある？農園での廃墟のことを言うのか。そうです。え、でもちょっとなんか麦みたいなのを植えてあんじゃん。あ、人もいるね。牛沢さん、指導さん、大農園はこれから作るんです。何？じゃあ大農園って言うなよ。まだできてねえじゃねえか。
ここはモンゾーラ島、かつては鮮やかな緑にあふれたくさんのお野菜が育つ実りの島でした。でもババンゴの実が、ババンゴの実、さっきの爆発するあれか、現れてから全ての土が腐り不毛の島になったんです。へえ、あの実が土を腐らせてるんだ。私はこの腐った島にかつての大農園を復活させたい。そして緑を取り戻したいんです。ん？あそこのやつらは誰だ？ねえ、あいつら。え、実できてんじゃん。麦がやられちまう。ポンペよ、この地にはわずかながら作物が育っておる。ひょっとするとこれは。でもババンゴの実もあるっすよ。こんなに近づいて平気なんすか？あー、やられちまった。うわー、一瞬で。悲しい。トルトンさん、ポンペさん。あいつロロンドに似てるな。前作に出てきたロロンドっていうキャラに。ヒゲの方。ウサさん、シドウさん、あっちです。様子を見に行きましょう。不思議な模様の苗床がある。苗床。何、実ってどういう条件でできんの？あ、作業台がなんか違う。こっちに目がいっちゃった。今までと違うものが作れるのかな。ドルトンさん、ポンペさん、大丈夫ですか？ジャコよ、どうするのだ。わずかに育っていた小麦も小麦だったんだ。ババンゴの実のせいでダメになったぞ。して誰だこやつらは。ずいぶん怪しい二人組だが。いやいや、怪しいのは指導だけでしょ。牛沢さんと指導さんです。牛沢さんは自称ビルダーなんですよ。ビルダーなんだよ、つけるな自称よ。え、ビルダー、堂々とビルダーを名乗るなんておかしい人なんすか？そうなの？俺おかしい人なの？えい、ジャコよ、もう牛には騙されん。ビルダーというのもまやかしに違いない。行くぞポンペ。え、あ、あす。チャコよ、諦めるがよ。やはり大農園の復活など不可能なのだ。行っちゃった。なんだあの日が、よく知らないが無性に腹が立つな。だがヒゲの言うことももっともだ。腐った土で農園を作るなんて無理だろ。そんなことはありません。農業の天才である私と自称でも。自称じゃねえんだよ。ビルダーさんがいればきっと。お前諦めが悪いな。どうしてそんなに農園を作りたいんだ？どうしてって、大農園を作ることが私の夢だからです。夢か。俺には夢とか希望ってのがいまいちわからないが。お願いです、牛沢さん、ビルダーさんのお力で私の農園作りを手伝ってもらえませんか？ダメそんなお願いです、少しだけでいいですか？ねえねえねえ、ダメわかったよ。わあ、やった、自称でもビルダーさん。自称じゃねえんだっつ、心強いです。牛沢さん、シドウさん、改めてよろしくお願いします。みんなで素敵な大農園を作りましょうね。さて、そうと決まったら大農園の始まりになる最初の畑作りです。どこにしようかな。まずは畑の場所を決めないと。どこが畑か分かるように目印のようなものがあるといいんですけど。ん？あ、これはひらめくぜ。はつらつとしてんな、カカシ。おお、なるほど、欠かせないね畑に。じゃあまずはカカシを作るってことで、素材は木材、紐、枯れ草。紐がないね。あ、でもそこら辺に全然あるな紐。あのツタを壊せば紐になるんだもんね。お、なんか水が漏れてる。こういう場所もあるんだ。こういうなんか水の動きはビルダーズ1にはなかったよね。これも新しいことだわ。で、これで、ほい、紐が取れたのでカカシを作れるはず。カカシ、畑の成長を見守る人形、周りの健康な土を住人たちが耕して畑にする。これ置いとくだけでみんなが勝手に耕してくれるってこと？近くの土をとりあえず作ってみよう。でもこれどこに置きゃいいのかな。カカシを置いてみよう。カカシを地面に置くと周りの健康な土を、健康な土ってのかよくわかんねえし、農民たちが耕して畑にしてくれるぞ。例えばこういうところは明らかに健康な土じゃないんだよね。草枯れてるし。とりあえずカカシできたよって報告しとけばいいのかな。ジャコさん目線が合ってない俺の股間見てない。
牛田さんどうかしたんすか。なんでそのしたり顔は。できたんすよカカシ。え、カカシを思いついたですか。なるほど、確かにカカシを立てておけば畑の場所が決まりそうですね。そうだな、カカシを立てる場所はどっか候補地あんの。ん？ちょっと角度的によくわかんないですね。うん、あそこが良さそうです。健康な土が少しだけあるみたいですし。健康な土。私ワクワクしてきました。畑の場所が決まったら自慢のクワで土を耕しちゃいます。カカシの素材になる紐は岩肌…あ、大丈夫っす。作ってるんで、カカシは。カカシを作ってあそこに立ててください。オッケー。おめえらも働けよ。あんた堂々とビルダーを名乗るなんて、もしかしておかしい人なんすか。こいつ腹立つな、マジで。おめえもよ、お主がビルダーというのもまやかしに違いない。大農園の復活など不可能なのだ。って言うけどさ、じゃあおめえらは何してるんだっていう話だよね。何もしねえやつに限って口だけはご立派だよな。どこ行ってもよ、ここか。マークついてるね。あ、これが健康な土なんだ。はい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 。でも健康な土の場所少ないよ。だいぶ侵食されてるよ。とりあえず置いちゃったけど。お、カカシかわいいな。一つ目の。うわわわわ、驚いた。やった、カカシを立ててくれたんですね。これで畑を作る場所が決まりました。ここを畑にしていくのか。よし、土を耕して畑にするぞ。私の耕しっぷり見ててください。耕しますよ。あいつら本当に働く気ねえな。うわ、一人で耕してる。え、何これ、チャコさんの耕し待ちなの、もしかして。この状態10分の2って出てるけど。耕し待ち状態か。せめて指導は手伝ってくれてもよくない。これも一応ものづくりだから。あ、え、なんかある。何、デフォルメした排泄物。肥料にしようと思ったのかな。不思議な何か。何もわかんねえけど。お、手に入れた。なんすかなんすか。あ、また出した。あ、畑作りってやっぱり楽しい。この嬉しい思い溢れ出ちゃいそう。で、どうしたんす、牛田さん。満面の笑顔で腕なんか突き上げて。後ろ見てたのによく見えたな。え、私から何かが溢れててそれを拾ったですって。排泄物じゃないですよね。それってもしかして私のものづくりの喜びが形になったものとかですか。察しが良すぎる。牛田さんが手に入れたそれ、今はまだ何か分かりませんが、もしまた見つけたら集めておくと役に立つかもしれませんよ。え、何なんだろう、ビルダーハート。勝手におしゃれな名前つけやがったな。ものづくりを喜び、興味を持った人は不思議なハートを落とすことがある。集めるといいことが起きるかも。まだこの時点では何が起きるか分かんないんだ。あ、この余計な岩とか取り除いてやろうかな。うん。あ、また出してる。いやー、でも土の面積少ないなー。よし、できたね。見てください、牛田さん。カカシの周りの土をバッチリ耕せました。これも全部牛田さんがカカシを作って畑の場所を決めてくれたおかげです。畑の場所決めたのはチャコさんだけどね。カカシ、目印立てただけで。さすが牛田さん、命の危険を顧みず堂々とビルダーを名乗るだけありますね。命の危険あるんすか？ビルダー名乗ると。え、どうしてビルダーを名乗ったら命が危険なのかですか？またまた、ビルダーが目の勝った木に腐ってることぐらい、牛田さんだって知ってるくせに。知らん知らん。初耳ですよ。ああ、でも船で言ってたことなのかな、結局。ビルダーは危険な存在だから全員殺すみたいな、ビルダー狩りを、その、ハーゴン教団がやってるっていうことなのか、結局。だからあんまりビルダーって名乗らない方がいいんだね。ひとまずこれで土は耕せました。引き続き畑作りを進めていきましょう。大農園をつく、お、でかいの出た、ハート。まあね、最終的には大農園を作りたいけど、まずはこのちっちゃい畑から始まるんだね。頑張ろう、チャコさん。
まあそのうち頑張ればあいつらも見直して手伝ってくれるかもしれないってことだよね。まあ俺は許す気ないけど。うわ、目離すとどんどん出してるハート。でとりあえずどうしよっかな。まだまだなんかずっとやりたいような気がするけど、もうね、始めてから2時間ぐらいずっとやってるので。いや普通にゲームやってたら2時間ぐらい普通なんだけどさ、実況やりながらだと2時間ってだいぶ長いわけですよ。動画のファイルもでかくなりすぎると怖いので、一旦この辺でセーブして終わりにしようかな。つうわけで、お、全部耕してくれた、喋ってる間に。お疲れちゃうこさん、クワ貸してくれればやるのに。いやー、しかしだいぶ荒れ果ててんな。動画撮ってない間にちょっといろいろと綺麗に片付けておいたりしようかな。うん、余計な岩とかね、草とか取り除いたりして。でまあここで農業の技術を学んで空っぽ島に持ち帰るっていうのが目標なんだよね。で空っぽ島でも農園を作ろうっていうことに多分なると思うんだけど、もこんなとこで農業やんないで、もうチャコさんたちみんな空っぽ島に来ればよくない？そしたら農園作れるでしょ。っていうのは野暮なのかな。まあまずはここで農園を作ろう。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。